よーい、スタート。かてえ、硬すぎる。皆さんこんにちは、しんちゃんです。本日はこちら、大量のくるみで遊んでみた。今ですね、自然学校の周りはこのくるみが大量に実っております。このくるみは鬼くるみという名前がついていて、鬼のように硬いです。しんちゃんは歯でこれを割ろうと思ったんですけども、全然割れませんでした。そのぐらい硬いです。この鬼くるみ、成り立てはこんな感じ、梅みたいですね。これが地面に落ちて外側が腐ると、中からくるみが出てきます。こんな感じです。このくるみにはタンニンというものが含まれていて、触っていると黒くなってしまいます。なので扱いには十分注意しましょう。さて今日はですね、このくるみを大量に拾って自然学校のスタッフと遊んでみたいと思います。とにかく大量のくるみが必要なので拾い集めたいと思います。レッツゴー。どうぞ。それではこの大量のくるみでスタッフと一緒に遊びたいと思います。何しよっかな。突然ですが、第1回くるみを決定戦、イエーイ。今回の出場者、エントリーナンバー1、ビッキーです。お願いします。エントリーナンバー2番、クロスケです。イエーイ、よろしくお願いします。さて、お二人には今なんとビニール袋に入ってもらっているわけなんですけども、これからやることを説明します。どんどんこのくるみに埋もれていくという、そういうゲームになります。よろしいですか。早速やっていきましょう。それでは第1問、でで、はい、こちらくるみが袋に入っています。この袋に入ったこれ何グラムでしょう。重さをズバリ当ててください。さあ何グラムでしょうか。なるほど。いいですか。それではこれ何グラムでしょうか。じゃあクロスケからお願いします。クロスケは15グラムです。15グラム OK です。くるみは合計で7つ入ってます。さあビッキーお願いします。40グラム OK です。では測ってみましょう。じゃじゃん、あ、出ました。197グラムです。197グラムということで、ということで197、全然2人とも近くありませんが、クロスケズルです。ズルです。ということでクロスケ負けです。はい、僕は弱い。では行きましょう。うわ、まさかのクルミの涙。はい、OK です。まだこんな感じですね。全然獲得しました。やった。獲得すればするほど負けです。あ、そうです。はい。それでは第2問。はい、じゃじゃん。こちらの割れたクルミ。この割れたクルミのこの下からこの上の尖ってるところまで。何センチでしょうか。これをズバリ当ててもらいたいと思います。それではシンキングターン、スタート。はい、それではお二人ともよろしいでしょうか。では回答をどうぞ。ででん、お、クロスケ 2.1 センチ、ビッキー 3.2 センチ、 OK です。絶対違う。今度は勝った。はい、それでは答え合わせです。2.8ミリです。
2、あ、ごめんなさい、2.8 センチです。2.8 センチなんかすごい黒月文句が多いですね。 2.8 やん、2.8 ですね。はい、ということでリッキーの勝利。では黒漬け、それではそれではくるみを入れたいと思います。はい、入りました。続いて第3問、ででん。今バケツにくるみがいくつか入っています。何個入っているでしょうか。お互い5秒間見る時間を与えます。よろしいですかね。いきます。じゃあ黒助からいきます。ではこちらの方で、同じ流れ。それでは答え合わせしましょう。では回答どうぞ。96 55個。でです。これは勝ったと思う。それでは数えてみましょう。いきます。1 68、69、70、70です。70個入ってました。70なので、いらっしゃれ。嬉しい。黒助3連敗。次でラストで最後はなんとですね、全部入れます。全部入れます。何をやるかというと、くるみをどちらが早く割れるか競争してもらいたいと思います。使っていい道具はこの袋の中に石がいくつか入ってますので、選んでもらって、石で割ってもらいたいと思います。逆転勝ちやね。1個だけです。1個だけです。いいですか。いきます。よーい、スタート。え、埋もった。埋もった。クロスケ埋もりました。埋もったやないです。埋まった。これはね、取れないよ。クロスケ取れない。あ、ずれー。クロスケ、あーれー。クロスケ、あ、割れました。素晴らしい。素晴らしい。逆転勝利。この地面に埋まっている小石を使いましたね。悔しい、ビッキー。それではビッキー、くるみに埋もれてもらいたいと思います。はい、はい、まだまだ、いやそう。おだおだおだ、まだあるの。まだあるよ。まだあるよ。まだあるよ。どうですか、くるみまみれになって感想は。最悪です。最悪です。これでいて、くるみを決定戦は終了です。くろすけ優勝おめでとうございます。第1位。はい、それでは、じゃあまた。いやいやいや、助けて。